さあやっていきましょうか。ブルーホースでございます。まあせっかくねこのチャンネルにたどり着いたということはね、最後までゆっくりとお茶でもすすりながらコーヒーでもたしなみながら動画ご覧いただけたら嬉しいでございます。ということで、まあ前回はですね、まあバイオのね RE4 がいよいよ3月に発売するということで、まあその記念でね、今バイオ4のプロフェッショナルが終わって、で、今回バイオ6というところで、操作が全然慣れねえな。バイオ4からバイオ6で全然ボタンが違うからね、全然慣れねえや。どうしよう。まあいいや、そんなことは置いといて。で、まあ一応その、レオンに関わる作品をどんどんやっていきましょうということで、まあ今やっています。アダム・ベンフォードがいるよね。空気感染。めっちゃベンフォードの写真あるやん。どんだけ大好きベンフォードなの？それともあれなのかな？公演しにここに来る予定だったから、とりあえずちょっとベンフォードに、ベンフォードとは言わんわな。普通、アダム大統領っていうの。あ、じゃベンフォード大統領か。アダム、ベンフォードだからね。うん。そんなことでも、テニスめっちゃあるな。うわ、なんかビラとかあんな感じの雰囲気あったりするよね。わ、いいな、いいな、いいな。うん。ザ・アメリカ、ジ・アメリカ。じゃあ、そもそもアメリカにザとかジとか言えないか。まあ、そんなことはどうでもよくて、さっさと進んでいきましょう。掲示板とかね。なんか2012年とか、これ2013年か、2013年って言ったらね、僕もちょうど大学生の頃だったからね、なんかこんな、いろんな掲示物っていうのが壁にペタ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 とか貼ってあったけど、今の大学とかどうなんかね、なんか卒業した大学とかって、まあ、卒業した直後に、その、スタバ用のなんか箱物ができたりとか、うん、してたけど、結構やっぱりその今掲示物に関するものとかっていうのは結構その電光掲示板とか使われてたりするのかな。なんかそのくらいおしゃれだったらすごいけどね。わー、なんかアイテムがいっぱいあるわん。全然、どうしようかな。向こうのハーブとか手に入れておけたらいいのになとかと思うけど。あ、ちちちちちち。ミスター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 。あう、ちゃう、なんか出てきてる。違うんだよ。違うんだよ。そうじゃないんだよ。やりたいのは、スキルセット。そう、なぜかいつもね、F、6番になっちゃうんだよね。そう、これがね、ちょっと罠で、いつもね、やってから忘れるんだけど、F1 から F8 までを、のいずれかを押すと、そのスキルセッティングを押すことになるんだけど、このね、僕が使ってるね、録画ソフトが、F6 を押すことを、によって録画スタートとかするから、それで勝手にスキルが変わっちゃってて、あれ？なんでスキル変わってんの？と思ったら、あ、そういうことけっていうね。さあ、行くのです。エージェント・ハーパーさん。撃って。ほら、酔っ払ってんじゃん、ほら。起き上がるところ、ズン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 。出てきた、おら、そら、俺。いきなり恨み抱えてる。ご褒美プレイ。あはん、納豆弾が拾えないね。無理だね。倒れた。違う。やばい、操作がむちゃくちゃ。てか、え？ヘレナのいる角度から撃ったところで、あっちー！あっちー。よし、これで拾って、そうなんだよね。前まで E とかで拾ってたから、その横にある R まで指を伸ばすっていうのがな、ちょっとその、わかる？その微妙なそのボタンの位置づけの違いでさ、ね、最後までしっぽり見てってね、なんて言ってるけどさ、こんなのを見ながら、ゆっくりコーヒー飲める？飲んでちょ？まあ、そんなこと言わずに、飲んでちょ？違う！なぜ仕掛けた！拾えないんだよね、一回仕掛けると。そうか。5とか、さあ、それから何だったっけ？5とか、あとなんかの感知式、あ、そうそう、バイオ8とか、8とかの、ねえ、感知式爆弾とかだったら、覗きます俺たち、あそこに行くのかみたいな、そんなオチなのかな。そう。ねえ、覗いたりとかして、じじじじん、覗くとかじゃなくて、ん？何の話でしたっけ？いつもこうなるんだよね。なんか喋りながら違う話に急に転換してさ、で、自分でわけわからなくなるっていう、そういうオチがよくあるよね。さあ、オープンセサブ。ゾンビが飛んでくるから逃げるぞい。逃げれてない！助けてヘルプ。おおおお。あれ、なんて言ったんだっけ、ダイナミックじゃなくて、なんかあれ、ドロップキックでもないよな。なんて聞いたらいいの。まあ、ダブルキック。あ、で、そこでね、彼氏に振られたっていう女の子がね、起き上がってる。あんなそこのお兄さん、いいお顔。私と付き合ってる。うえぇ。さて、大学の講義ってこんな感じなのか。あ、拾えないでゴンス。こいつも、始末できるのかな？あ、ですよね、ですよね。出すよね。うるえ。
単位の取れないやつは暴力に処す。やったらダメだけどね。あれ、さっきここに来た時になんか喋ってたよね。あれ何の話してたっけ、わからなくなっちゃったねえ。でさ、ここに来るまでにそのいろいろと倒れている死体を見た時に近づいたらさ、みんながさこう起き上がってきてたから、あいつも起き上がってくんじゃね、チラチラって見てたら本当に死体だったっていう、ね。まあ、C ウイルスの違いはね、その T ウイルスに感染したやつとかに食われてもその感染しないってとこなんだよね。本当に死んでる状態だからね。あの C ウイルスに感染していない状態でゾンビにやられたとしても、あれですよねとか、それ卑怯だっちゃ。なんかイランダメージを受けゴンス、ご褒美プリン。ほら、イケメンに踏まれると興奮するだろ、濡れちゃうだろ。真っ赤にあのチッチンだってるだけだ。キビルだ。最高か。てか、こんな、これは、てか、そもそもここっていうのは、ゾンビのせいでこうなったのか、それともね、もともとこうなってたのかだよね。あ、そっか、バリケードを作ろうとしたけど、まあ、煙スモックによってダメだったっていうね。まあ、煙もスラックスモックも同じ意味なんだけどね。皆さん大丈夫？酔っ払ってない？一応ね、画面明るく結構してるつもりなんだけど、それでも足りなさそうだね。あれ、こいつ起き上がってこないんだな。ってことは、こっちで酔っ払って寝てる助教授を、うん。安月給だからって、ここで飲まなくてもね、学生と一緒にね、安い酒、おお、起き上がった。安い酒なんか飲んでて、ダメですよ、先生。ディーン。ディーン。オッケー。さてさて。そしたらここ、あーそっか、ここレッドハーバルじゃん。あ、そうだよね、レッドハーバルだよな、もったいないよな。ハーバー最大ね、17個まで貯めることができるんだけど、とはいえ残念ながら、あのね、そんなところで急にアオールスクワットしないの。はいはいはい、オッケーオッケーオッケー。そうそう、だからレッドハーブ手に入れたいところなんだけどね。もうこれで空きスペースをやるしかないからね。なんか一人だし。ていうことで、急に目覚めた。柔道ひー。あ、しまった。これ、取っちゃまずかったんじゃないか。取ったことによってよ。そうだよね。全部埋まってるよね。まあ、回復アイテムもたくさんあるから、もうこれ諦めるっきゃないか。そうだよね。そういうオチになってくるよね。仕方ないかな。もう、まあ、諦めるか。くそー、そうなっちまったらもう仕方ないよねー。これだと思う。キロー。キー。これまだ今入れれないから。あれ、ちょっと待ってな。ハーブってこれどうやってくんだ？ハーブってどうやって食ったらいいんだ？あれ、わかんないわかんないわかんない。急に、急にバックステップすな。あれ、ハーブってどうやって食ったらいいんだ？回る。あれ、ちょっと待って。構えてるし。あれ、ハーブの食べ方がわからない。ハーブの食べ方がわからないということは、回復ができない。ああ、いけたいけたいけた。なるほどね。このボタンか。よし。クリア。で、これで1個戻して、で、アイテムスペースが2つ空いた。これでちょっと余裕が出るんじゃねえか。どうしてもね、難易度の低いって言っちゃったけどさ、まあ、ノーマルだから低いか。難易度の低めの、やつをやってると、どうしてもね、アイテムが飽和しちゃうんだよね。だからここら辺をどうするかっていうところが問題なんだよな。まんべんなく武器の弾を回収し続けてしまってたらすぐに飽和するから、この武器はもう使い捨てというか、まあちょっと使用頻度を少なくして、他の好きなメイン武器で狙っていくとかね、そういうのにしてたらいいのかもしれないけどね。まあ、ちなみに今一応スキルは何だったっけ、コンバットゲージが溜まるやつ、ゾンビキラーと、あとなんかもう一個やってたんだけど、それもう一個忘れちゃったけど、とりあえず、ゾンビキラーを外して、あと7万ポイントくらい貯めなきゃいけない予定なんだけど、マグナムが無限になるっていうやつがあるから、スキルがあるから、それにしようかなと思ってます。まあ、普段、弟とかね、やってるときは、こう、弟が、なんだろう、特攻隊長やってくれて、で、俺が狙撃するみたいな感じでやってるんで、お前は、こうやって使うんです
ゾンビのねカウンターはねこう油断さえしてなければ簡単にできるんだけど、うん、ジュアボのカウンターが未だにできないんだよな。で特にさその、マーセナリーズやるときなんかってさ、普通に体術で倒したときは5秒増えるけど、なんかクリティカルヒットというか何だったっけ、強い、体術をやったときは7秒でしょ。でカウンターでぶち殺したときって10秒なんだよね。だからそのカウンターで狙うっていうのをやるけど、意外とどうなんだろうな、普通に体術で倒し続けてる5秒の方がカウンターを待った10秒よりも溜まりやすかったりするのかな。そこら辺がね、まあ、よく分かんないけど、とりあえず、まあ、PS3 でやってた頃はね、あの全キャラ最高ランクを取ることはできたんだけど、まあ、弟のおかげなんだけどね。それもね、弟超面だよな、しれっとカウンターをパツッと決めたりとかできるから、俺無理なんだよね、そのカウンター狙うって。そのジュアボのカウンター狙うのが好きなんだよね。ただカウンターを狙いすぎて逆に弟の方がよく死んでたということで、なんかものすごいね、こんな渡り廊下で渡り廊下走りたいたちがいっぱい来てるけどさ、ふっ、オッケーで、もうさっきからね間違って救急スプレーとか使っちゃってね、だから違うって、またどうしかも回復した瞬間に攻撃食らってるし、違う、燃えろ、なんて複雑なブロックなのって。そうだよ、セキュリティはね、あの高めとかないとね、ほんとね、営業力とかさ、その業績アップとかアイテムを作るためにさ、その業績アップのツールとかいくらつけたところでね、それをねセキュリティガバガバで盗まれてしまった意味がないでゴンス。オッケー、さあいっぱい入ってくるな、キック、キック、とにかく踏み、足癖が悪い、あ、そろそろいいんじゃないですか。まだダメですか。まだきついですか。まだきついですか。ちょそろそろピーキーンってならへんの、ピーキーンって。ふうおらー、キャンパスで飲酒なんかしてんじゃねえぞこの古い学生どもが。おらー、直接脊髄にアルコールぶち込んだるわい、悪い。ふう、俺たちもサークル見せてくれよって。こんなイベント戦の時に弾使わせるなんてさ、結構鬼畜仕様だよね。この時に武器なかったらどうするんだ。あ、そっか、ナイフがあるからいいのか、レオンの場合はね。へい、まあ、あの、あんまりだけど一応一段落ついたというところ、よし、オッケー、さーて、一段落ついたところで、ちょっとね次のステージに進むためのアイテムをね取りに行かなきゃいけないんでね、ちょっとお付き合いくださいよ。いやーにしても全然操作慣れないな。個人的には4がすごい、そのマウス操作がしにくいんだけど、そのもう向きたくない方向勝手に向いちゃうってね。で360度カメラの場合はさ、もう本当にこちょこちょっと動かすだけで自分の向きたい方向を向かしてくれるから、すごい楽っちゃ楽なんだけどね。でもバイオ4よりも今そのバイオ4のボタンに慣れちゃってるから、すごいそのキーボード操作の方が今個人的に鬼畜難易度マックスみたいな状態になってるよね。さて起き上がってこない、起き上がってこない、このね鍵を取るまで動かないっていうのがね、本当もう本当押し量ってるからね。ほら、ほら、お尻じゃ感じねえか、直接穴を攻めてやろうか。ほら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 、オッケー、じゃあ次進んでいきましょう。で、あそこでね、こんな状態で寝、座れんじゃろうか。浮いたい、あぶれあぶれ。だからそれは私らっちゅうのヘレナさん、さっきからさ、私のことバコバコバコって言ってるから。なんか恨みでもあんのけ、まあ、恨みはあるか。使いやがってっていうね。でも、あなたがね、大統領をゾンビ化させたわけですからね。まあ、クロマカは別にいるわけだが。あ、すみません。バイオ6初めて見るっていう方は、ちょっと言っちゃったかもしれないけど、まあでも大体ね、あ、こいつ悪者だなっていうのが、後で分かる人出てくるから、それはもう安心して、はい。積極的に襲ってこないで。でもなんか、あの、バイオ6を解説してる人がいる動画とか見たんだけど、まあ、その、ジェイク編とシェリー編の動画に関しては、なんかすごいこう、全体的に、ストーリー、シナリオって言ったらいいのかな、の評価が高いって言われてますみたいなこと言うんだけど、皆さんどう思います？レオン編、クリス編、ジェイク編、エイダ編で言って、で、なんか、レオン編と、その、エイダ編
のシナリオ的な意味でのなんか評価ってあんまり高くないって言われてるんですよね。まあ、それが どっからその拾い上げてきたのかっていうのがちょっと分かんないけど、何のアンケートなのかとかちょっと分かんないから何とも言えないけど、個人的にはね、まあ、クリス編はもう、まあ、の文句なく、まあ、ちょっとクリスがラリってるけど、まあ、それはいいとして、まあ、いいなってすごく思うんですよ。もう最後のね、オチがオチだけに、もうあーちょっと積極的抱きつきはやめてくれ、ありがとう、いろんなありがとう、うんやろうんやろう、そう、まあ、いいなと思ったんですけどね。ジェイク編がね、こういつの間にそのシェリーありがとうって言ってくれるようなくらいの関係になったかって、親父のせいで俺の人生めちゃくちゃだって言われながらさ、でその後に お父さんがあのなんだかんだだからって言って、あなたはどうなのって、自分の人生生きるかどうか決めるのはあなた自身じゃないってさ説教されるけど、そこで諭されるくらいじゃないのかなって思って、そこから先は、なんか特にそのね、あとジェイクとクリスたちの絡みのところでいくと、その一緒に倒そうぜみたいな、ジュアボじゃなくて、ハオスを一緒に倒すかどうかみたいなさ、その逃げ際のところにさ、お前にもまだやることがあるんだろうって言った後に、やったあのジェイクが言った後に、結局やったことってあのウスタナクをヨーコールに沈めることだけっていうね。まあまあまあ、そんな話はいいや。あー結局また取れないだす。どうしようかな。あーなんかわざとダメージを食らってでハーブ1個食ってとかやってみる。あそっか、でも今補給する用のハーブとかも特にないもんな。どうしよっかな、どうしよっかな、あうごめんよヘレナ、まあそういうこともあるわな。オッケー、うん、まあ たまにはまあたまにはね、あのちょっとエージェントによってこう人生むちゃくちゃにさせられたからね。そもそものその元気っつうの、ここに煙が来た時のヘレナとかレオンは何をしてたんだろうね。そこら辺のね、その何かでなんか話があったみたいなことは聞いてるけど、いまいちねよく分かってないんだよね、なんでそうなったのかっていうのが。うん、なんかレオン編が始まるまでのストーリーってこんなんなんですよっていうのが、もし分かる方がいらっしゃればね、あのぜひ教えていただけると嬉しいんですけど、僕あんまそこまでちょっと調べてないから詳しく語ることができないんですよね。よし、じゃあもうちょっとあんまり相手にしすぎててもあの時間だけが経っちゃうのでさっさと進んでいきましょうか。もうちょっとしたら一旦終わりますわ。もうチャプター1の1だけでも結構長いよね。チャプター1か、これ1の1とかないんだよ。1だけでも長いんだよ。1の1とか1の2っていう考え方はあれだ、レオン編だ、あーバイオ4だ。 RE エンジンになったら出るな、ズミが来てるから、急いで急いで。 RE エンジンになったらチャプターっていう考え方はなくなるのかな、いい気がするけど。ものすごい大振りや、急げ急げ急げ、ハードルレス、タッ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 、ポリス。もうその ポリスに入ってさ、あなたバイト2で嫌な思い出あるでしょうよ。銃とかさ、鍵とか探してさ、ブン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 したら後ろからね、ゾンビがチャンって出てきてさ、でゾンビが飛んでて後ろからカントローリーが突っ込んで、チュ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 ドゥーン。もうなんか日本語が多すぎて何のことを伝えたいのかもすぐわからないよっていう人がいるけどね。いるけどねとかしら、いると思うけどね。まあそれもあのバイオハザード2を見て皆さん体験していただけたらいいと思います。よし、じゃあ運転の名手レオンさんにね、ブーン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 、そこまで必死に回さんでると思うけどな。そのくらい逃げないといけないんだけど、こんだけ荒々しい運転してるのにさ、まだ上にゾンビが残ってたっていうのは結構すごいよね。こうなって爆発して生きてるのはもうこの二人とジル・バレンタインくらいだよね。 RE3 のさ、まあ化け物並みにこいつら体カッチカチやからな。はい、
ということでね、次回からちょっと地下編やっていきたいというふうに思いますんで、一旦区切りがいいので、まあ、20分くらいでもね、集合時間いきましたから、この辺りで終わりにさせていただきたいと思います。ということでね、ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押してね、チャプター1頑張ってねということで、応援していただけると嬉しいです。ではまた次回パートでお会いいたしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。ゾンビ向かってくれる。早く逃げろ。キャー。